早速ですが、今回は、海上自衛隊イージス艦ハグロが、破壊処置命令を受け、北朝鮮のロケット打ち上げに合わせ、迎撃態勢に入ったとの情報をキャッチしました。ロケットは、黄海に落下、失敗しましたが、イージス最新収益艦の性能にも迫りますね。索敵能力にびっくりです。北朝鮮は、2023年5月31日の早朝、午前6時27分頃に、軍事用の偵察衛星を乗せたとみられるロケットの発射を敢行したが、失敗、黄海の海上に、それらが落下したことが確認され、今は、韓国海軍が、その回収に当たっている。今回、北朝鮮は、同国北西のトークラ里、トンチャンリの西海、ソヘ衛星発射場より、自ら、軍事用の偵察衛星、マリキョウ、マルリギョン、1号を乗せた千里馬、チョルリマ、1型ロケットで打ち上げたと述べている。千里馬、チョルリマ、1型ロケットは、3段式のブースター部を備えた形式だったが、最初に3段目を切り離した後に、2段目の機関部が正常に稼働せず、そのまま、黄海海上へと落下、着水したと考えられている。北朝鮮として、この手の発射実験の結末として、稀有だと思われたのは、今回は、失敗したにもかかわらず、発射翌日の6月1日には、国営の朝鮮中央通信が、発射時の写真を掲載し、その事実を報道したという展開だった。初の軍事用の偵察衛星の打ち上げだと、自らが大きく喧伝した手前もあり、従来の北朝鮮であれば、その失敗に終わった事実を、国内で公にする、ことようなケースはほとんどなく、その真意をめぐる、様々な憶測が飛び交っている。まあ、北朝鮮自身は、今回の件は、あくまでも、軍事用の偵察衛星の打ち上げだと強弁していることから、国際社会から批判されている、国連決議に反する、大陸間弾道弾の発射ではないという、体裁を整えたいだけなのかもしれない。くしくも、朝鮮中央通信が、発射時の写真として公開したものを見ると、従来見られた固定式の発射装置ではなく、新型のものが使用されたこと、千里馬、チョルリマ、1型ロケットの火炎からは、液体燃料が使用されたことが伺える。いずれにせよ、こうした発射実験の失敗のすぐ後に、問題点を修正して、再度発射を行うことは、物理的には困難だと考えられているが、なぜか、北朝鮮は、これについても、可及的、速やかに、2回目の発射を行うことを宣言している。その祖も、今回の打ち上げの敢行自体が、あらかじめ、北朝鮮自身が、5月31日から、6月11日までの期間内に実施すると、5月29日の段階で、日本側に通告してきており、それを受けて、日本側では、6月11日までの警戒態勢の持続を行っている。北朝鮮曰く、初の軍事用の偵察衛星の打ち上げだと称する今回の行動については、日本では2023年4月頭よりその動きが察知され、同国内のマスメディアが4月19日に金正恩総書記からの最終的な指示が行われたと報道したことで警戒感が強まった。これまでも2012年と2016年の2回にわたって、日本は沖縄の上空を北朝鮮が発射した事象では人工衛星とされるミサイルに通過された過去があり、今回の初の軍事用の偵察衛星の打ち上げだと称するものも同様の飛行経路をたどる可能性が推察された。そのため今回日本政府浜田防衛大臣は4月22日に自衛隊に対して破壊措置準備命令を発し、航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオットが配備された高射部隊が、宮古島、
石垣島、与那国島に向けて展開されることとなった。航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオットは、アメリカの現レイセオンテクノロジーズ社が擁する、アメリカ軍では、MIM-104 パトリオットと呼ばれている、広域の防空用に開発された、地対空ミサイルシステムの総称である。MIM-104 パトリオットは、1991年に正規した湾岸戦争において、イラク軍が保有していた旧ソ連製の R-11 弾道ミサイル及び、その派生型の R-17 地対地ミサイル、西側の呼称は、スカッドミサイルを迎撃したことで著名となった経緯を持つ。このイラク戦争での戦果が評価され、MIM-104 パトリオットは、日本を含むアメリカの同盟国や、中東の国々などおよそ18カ国で採用されており、この2023年5月には、ウクライナに供与されたものが、ロシアの空対地弾道ミサイル、KH-47M2 キンジャールを撃墜したことでも名を挙げた。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に喧嘩して使用する大型の空対地弾道ミサイルであり、最大飛翔速度はマッハ10を超える極超音速兵器であり、飛翔中に柔軟な軌道変更が可能なため、西側諸国の防空兵器での撃墜は不可能と懸念されていたものだ。ロシア・ウクライナ戦争において、多数のロシア側からのミサイル攻撃、自爆型無人航空機等の攻撃にさらされたウクライナに対し、アメリカ等が供与した MIM-104 パトリオットの数は少数だが、ここまでは12分にその性能を発揮しているように見える。ウクライナに供与された MIM-104 パトリオットが、ロシアの KH-47M2 キンジャールを撃墜したのが事実であれば、MIM-104 パトリオットの性能はもとより、そもそも、KH-47M2 キンジャールの飛翔速度、回避能力、射程距離が、誇大に吹聴されていた、可能性も浮上してきている。日本の航空自衛隊においては、MIM-104 パトリオットは、地対空誘導弾ペトリオットとして導入されたが、その配備は、1989年から、1996年にかけてであり、実は、湾岸戦争において、戦果が評価される前から、始められていたことがわかる。航空自衛隊における、地対空誘導弾ペトリオットは、敵の航空機を迎撃する、兵装としての役割に加えて、ミサイル防衛構想の中で、弾道弾を迎撃する、最終段階の兵装にも組み込まれており、カバー可能な領域、高度とも数十キロと狭い範囲ではある。このように、地対空誘導弾ペトリオットは、弾道弾の迎撃が、実戦でも可能なことを証明している、防空兵装ではあるものの、防空可能なエリアが、非常に限定されるため、沖縄等の南西諸島においても、複数箇所への分散配置が、どうしても必要となる。ただし、このロシア・ウクライナ戦争において、前述したように、ウクライナに供与された MIM-104 パトリオットが、KH-47M2 キンジャール等のロシアのミサイルを撃墜実績を示すまでは、近年の進歩したミサイルに対しては、気休め程度のような扱いすら受けていた。さて、今回の北朝鮮の初の軍事用の偵察衛星の打ち上げだと称する行動に対し、宮古島、石垣島、与那国島に展開すべく、航空自衛隊の高射部隊は動いたが、折からの台風の接近で、石垣島では、予定された配置ができなかったとされる。さらに、海上自衛隊では、長崎県の佐世保基地を母港とする、第4護衛隊軍第8護衛隊所属の摩耶型イージス護衛艦の2番艦、ハグロが、5月29日に、同基地を後にしており、航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオットの前段の構えを取った形だった。ハグロは、
海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦8隻の中でも、最新鋭の艦艇で、2021年3月に収益を開始、昨年2022年11月には、1番艦、マヤと共にハワイ沖で搭載する、リム161スタンダードミサイル3、SM3 のミサで、模擬標的の撃墜に成功している。リム161スタンダードミサイル3、SM3 は、その最新のバージョンである、ブロック2A は、今後の調達となっており、ハグロは、ミサに成功した既存のブロック 1B を今回も搭載していると思われるが、防衛省は、個別の兵装については伏せている。今回は、北朝鮮の初の軍事用の偵察衛星の打ち上げだと称する行動は、幸いにも失敗に終わり、航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオットや、ハグロのリム161スタンダードミサイル3、SM3 の出番はなく、万が一の際にも迎撃する手段を保有していることを示すのみで済んだ。しかし、ここまで来るとさすがと言うべきなのか、沖縄の琉球新報などは、今回の北朝鮮の動きについて、その後ろ盾でもある中国との関係を日本政府は重視せよと、6月1日付の社説で述べており、言葉を失ってしまう。